さらなる黄砂の是正を図り、そのために誠実に取り組み、議論し、取り組んでいくと、いかなければならないということを明確に判決文の中に書いてあります。国会議員主権国家を国民主権国家に変えると、憲法の定めに定め通りに変えるという我々の主張の要求に沿った判決になっています。最高裁は違憲状態判決を減らそうというメッセージを高裁に出したんじゃないかと、こういうふうに私は理解する。したがってそういう意味でその今までの判決とは違って、結構これは大きな大問題の判決であるというふうに理解している。